からって言ってる。いいからいいから。かなり切れてたと思います。おいやめろ。返事とかする。そのちょっと自分の弱さというか。もっともっと激しく。Everybody was spaced out. It was only like 30 people on my flight, maybe, max. Did the nose test. I mean, the one that comes all the way up in your nose. ちょっと痛い. But I had a feeling it would be negative, but I'm scared because you never know if you have it or not, really, honestly. Hey!サイズ選手到着。Hey, Mr. Size. How you doing? How you doing? Great. キャプテンで、今年ユーキーやってます。キャプテンに、まあ、皆さんから今度からキャプテン呼んでもらって、まあ、ね、皆さんの、なんだろう、別に何が変わるわけではないですけど、まあ、もうちょっとチームのことを見れるように、頑張りたいなと思います。全員でサポートしてあげてるんだけど、まだ自分たちもたどり着いてないところが一つあるから、そこで今年引き継いで、全員でやりましょう。OK? これは誰がいるの？ユキ？声出すキャプテンがいる。行こう、レッツゴー。ジェット3、ワンツー、ツー、ツー。中学校はもう監督が父親で、やっぱりやりづらい部分というか、やっぱり父と子の関係、息子の関係と、コートに入ったら監督とやっぱり選手でならなきゃいけない部分を、まああまり割り切れてなかったかなと、子供で、まだ父親のやっぱ仲いい高校の先生が、声かけてくれたんですけど、なんかあまり自分がそこに行ってプレーしてるイメージが湧かなかったという。3年間高校アメリカでやってたんですけど、ディビジョン1の、大学に全額免除で行くのを目標にというか、まあ、実際それが叶わなかったので帰ってきたっていう感じですね。人生挫折したことありますかみたいな聞かれたことあるんですけど、それに近いものだったのかなっていうのは
あって、 D リーグで1年間本当にほとんどプレータイムなく、本当にボール1回離したら戻ってこない。でその頃にやっぱりちょっと普通になんかもうプレーしたいというか、レベルの高いリーグにいようが結局ベンチに座ってたら何の意味もないとふと思った時があって、まああとその頃に多分東京オリンピックっていうのが決まった気がするんですけど、この日本でもう一回戻って、プレーしたいなっていう気持ちになったかなと、うん、まあ本当にでもそれが一番だったんですね。もうプレーしたい、 BJ じゃなく NBL の方でプレーしようかなっていうので、まあ、千葉を選んだかなと。最初は正直本当に怒り狂ってたかもしれないですね。話が違うと。正直その練習、その開幕までの練習っていうのはかなりの手応えというかすごく良かった記憶はあるんですけど、まあ、いざ開幕戦になったら本当に残りの2分、20点差負けてる残りの2分出されたんですよ。もうプレーしたいっていう気持ちは伝えてると思ってたのと違いすぎて、かなり切れてたと思います。それは正直なんで出れなかったの。いやもうこれはもうね、あまり、いやでもまあポイントガードなんで結局ね3人回すことだって多分大変な、チーム編成が、まあ、4人抱えたっていうのは一つ大きな、まあ、編成が難しかったことになるんでしょうけど、まあ、ただ単純にねジェリコが小さい選手はっていう話を言ってましたね。ポイントガードで小さい選手は使わないので、今までレイジーだったりジェリコだったりそのコーチ経験の長い人を取って、まあそれも一つやり方ですけども、ただコーチと一緒にチームを作っていくみたいな発想ってその今までクラブにはなかったんで、まあ島田と来年のヘッドコーチどうするみたいな会話の中で、大野さんをヘッドコーチにしてチーム編成をしていきたいっていうところをまあ言って話はしました。大野さんが勇気中心のチームで作るっていうのを言って、で大野さんに決まった時に一回3人で、事務所で話したことが、まあ、その時のやっぱ大野さんの言葉を聞いて、まあ、まずもう1年千葉でしっかり結果を残したいという気持ちになったのは覚えてます。そうですね、彼中心にチームを作ってきて5年目になって、で、まあ、プレーの中ではプレーリーダーでずっとやってきてもらったんですけど、まあ、若い選手も続々入ってきて、これからはプレーだけじゃなくてチームとしてのリーダーになっていってほしいなっていうところと、で 彼のキャリアにとってもそのチームをまとめるとか人をしっかり見ながらどういうふうにチームを作っていくかっていうところがキャリアにとってもいい経験になるんじゃないかなと思ってやりました。まあ、でもよりそういうなんか視野が広がるんじゃないかみたいなことは思ってくれたので、はい、とりあえず頑張ります。決起会とかの挨拶もあるし、あと試合前もキャプテンミーティングあるし、えあるじゃなくて、これあれ行くの。そうだよ、キャプテンだよ。そうだ、あら、いや、一番関係ねえだろ。いろんなキャプテン作る。ミーティングキャプテンが一番なんかよくわからない。Packed and ready to come at a certain time, and just happened to wait and not knowing really when, you know, I would be able to come here. But it all worked out, like I said. So I'm happy to be here, back with the team, and looking forward to a good year. おはようございます。バリ眠いっすね。ちょっと
すいません、また今シーズンの一言だけ、今シーズンの目標だけもらってもいいですか。優勝え、今何時。まあ、選手は俺だけです。だって会場と同時に来てます。自分にちょっと追い込んだ。寝たいですけど、まあ合宿なんで、まあ、こんないい環境ないから、ちょっと追い込もうと思って。打っていいって言われてるからさ。だから人より練習しないと、あいつ練習しないのよく打つなみたいな思われても嫌だし。どうですか合宿の感じというか雰囲気は。いいっすよ、はい、みんなあの競争してるしタフにやってるし、はい、最高っす。そうっすね、あの選手同士の雰囲気もいいし、うん、あの合宿に対するモチベーションも高いし、うん、楽しみ、うん、練習するのが楽しみ。シャノンがいい、うん、まあ残念残念だけど、まあ、しょうがないですよねこの状況で。点近く空いてしまって、まあ、全く去年というか1シーズン前と同じ展開になってしまったなっていうのはすごく覚えていて、まあ、でもそれでもやっぱり全く諦めてる姿がない、なんかチームメイトの姿っていうのもすごい覚えてますし、うん、まあ、だからこそあそこまで追い上げられたのもあると思うので、まあ、それでもどんな試合内容だったにしろやっぱりあの年っていうのは勝たなきゃいけなかった年だったなっていうのはすごく思いますけど、早く帰らせてほしかったですね。なんであっちの表彰を見なきゃいけないのかわからないし、まあ、そこにすごいストレスをずっと2年間感じて、いや、ただただ負けたのかっていう気持ちがあったかな。あんまり受け止めきれてなかった。1年間シーズン通して作り上げてきて本当自信もあったし、で最後の最後で結局あんまりこう力になれなかったというか、あの試合でそのちょっと自分の弱さというか、にちょっとこう何やってんだ自分っていう、何もできなかった自分に悔しがってたというか。はい、お願いします。はい、千葉ジェッツの名橋34番のリモです。今シーズン、今シーズンもですね応援ありがとうございました。今回こういう決定になってしまいましたけど、また本当にやっぱり手洗いうがいだ、特にね移籍してた選手みんなやっぱりなんか本当複雑な気持ちで離れることになったんじゃないかな。チームとしての完成度も低かったし、去年はずっと結果も出てき始めてチームとしてもこう何かこう掴めてきて、よし今からいい波に乗っていこうってタイミングのコロナだったから、余計にちょっとこうみんないろんなネガティブなものは抱えながら終わったんじゃないかな。マイクもそうだし、リュウもそうだし、ケビンは1年しかできてないけど、でもすごくこうリュウのこういうとこ見て、あいいな俺もこういうとこ直さなきゃな、勉強しなきゃな、マイクのこういうとこ見て、あすごくいい刺激もらったとかはたくさんあるから、そういうと意味ではそこには感謝してる。一緒にできて楽しかったし、
てやる。これ全員で、ね、全員。ミスした後とかそっから喋るぞ、そっから。日本バスケット界にとってもそうだし、まあ、ギャビンの帰化っていうのはもう喜ぶべきだと思うし、で日本代表で一緒にできる可能性があるので、オリンピックも含め、うん、でギャビンがすごく日本語のね勉強頑張ってたのも知ってるので、うん、すごくやっぱ嬉しい気持ちありますけど、まあ、それと同時にね、あの B リーグのルールとしてやっぱ帰化選手2人保有できないっていうので、まあもうギャビンかマイクどちらかは今シーズン出なきゃいけない状況っていうのはもう、まあ、ギャビンが帰化した瞬間から全員が思ってたことだと思うので、なんかだからこそ去年のシーズンっていうのはすごく自分の中ではもうなんかもう優勝したいっていう気持ちはすごくあったので、なんか中途半端な中止っていう形でああやって、まあ、マイクとのこうやってプレーっていうのが終わってしまったのはすごく残念だったなと。まあ、最後、まあ、勝つにしろ負けるにしろやっぱり一緒に戦って、まあうん、まあ終わりたかったなっていう気持ちはちょっとあります。It's my fourth year, yeah. But it seems like time has really gone by quickly. But it's been honestly like really enjoyable, and I've loved like every single year here, whether it was like good or bad. The fans were always great and.It was like a cool atmosphere. Like I remember the first time I came here, they had like a little like kids section off in the corner over here. And like little kids were playing like basketball and like a little game thing. I always thought that was pretty cool. So it was just like, it just seemed like a really good place to play, and it was a good atmosphere. I felt like the people were really nice when I first got here. So it was like, I really liked the convenience too. Onigiri.And different. I like Oyocha too. Yeah, it was something I had always kind of thought about after I had been here for like a while, because it's like you kind of see a couple people that were naturalizing and all that. But something I had kind of thought about, and then the team kind of talked to me about it andKind of helped me through like the whole process, but it definitely was a big decision, but very, very happy with it and happy with how everything has turned out so far. So I think it was a good one. Yeah, because I like Mike, and like his family and my family are close. So it's definitely a difficult situation for sure. And but he.I have to show a lot of respect to him, because he really handled everything really professionally and really good. And he knew that it was, it wasn't like a selfish thing that I was trying to do it to like mess with him or his future or anything. It was just kind of me doing what was best for me and my family. So he was really cool about it. And, but it was definitely a very tough situation for sure.じゃねえよてめえ、いつも言ってんだけど、おいおいやめよ、おいやめろ、肋骨骨折しました。ひび1ヶ月前ぐらいにひび入ってて、ちょっと我慢してやったんですけど、開幕はどう間に合う、全然順調なんで、リーグ主を務めます私リスケです、どうぞ最後までよろしくお願いします。富樫勇樹選手がキャプテンと、どうすればいいか分からない時もありますけど、その時にはこの掛け声キャプテン田口選手と共に、2人でね、2、3番の補強をしたっていうのは
まあ、正直その自分たちのポジションが弱いってちょっと思われてるのかなって正直感じてなんですけど、練習始まってみてやっぱり新加入の2人も、すごくアジャストしてますし、スタメンとかプレータイムが少なかったらなんかめっちゃ悔しいのはそれはあると思いますけど、なんだろう、昨シーズンやっぱり開幕戦2分しか出てなかったですし、でもなんだろう、本当に病気になって退院して、まあ、考え方が変わったというか変な指針が今あって、絶対にチームに貢献できるっていう思いがあるので、ありますけど彼は、まあ、その中でこう熱くなったりしてる時に、まあ、自分とか、まあ、バイスでやりながらこう落ち着かせるっていう役割もあると思いますけど、まあ、キャプテンがあいつだったらやるしかないでしょ。チームスリーゴンドセイフ、何が何でも優勝、あとは本当にチャンピオンシップ、ね、優勝するだけかなと。優勝、リーグ優勝、絶対 B リーグ制覇する。 I want to win the championship. That's championship. That's it. ファンの皆さんと共にね、一緒に戦って最後に本当に頂点に立てればいいかな。まあもちろん優勝っていうのももちろんそれはまあ当たり前としてチームの目標でですけど、チームでどう取り組んでいくかっていう感じだと思うので、まあ、言葉で優勝が目標というのは簡単だと思うんですけど、今年はさらに、まあ、キャプテンに大野さんに、まあ、選んでもらったっていうこともあり、成長できると思うので、よりいいチームとより良い、まあもちろん個人としても結果を残せるように、まあ、頑張りたいなと。